リビングに面する和室の洋室化計画、今回は11回目の配信です。前回までに敷居の撤去、畳の処分、襖の吊り込みと進めてきました。結構さ、広々感出たでしょ。和室はあとちょっとで完成です。35年の設計者としての経験を生かして、自宅マンションのセルフリフォームをしています。築28年のファミリーマンションですが、住みながら楽しく身近な自宅の改修です。各部屋のリフォームは再生リストにまとめていますので、興味ある方は見てください。洗面トイレなどおすすめです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回はリビング一体化をより進めるため、はみ出しているベッドの向きを変えて広く使うベッドの移動大作戦です。奥さんは大作戦に反対で手伝ってくれませんが、いつの間にか作戦は乗っ取られてしまいました。自分がやったことになってんじゃないかよ。まず家具を移動します。コロコロ大作戦。コロコロに乗せて、おー、なんとか動かせます。やった。だからこれは仮置きですよ。仮置き。自分がやったんじゃ。これもうあれ使えねえわ。やだ、何言ってんのよ。いい加減にしてよ。だからさ、手伝わねえじゃん、お前。わけわかんない、本当に。自分流だよ。自分流じゃねえ。俺流じゃねえぞ。落ち合いじゃねえぞ。そう、やんなったらこっち側なんか出れないじゃん。なんでよ、これがどうすんだ。ああ、落ちちゃった。入れて、早く写し。これ入れるの一人じゃ無理だから、頭ちょっとそれ、この折った方を軽い方にそんなのできねえ、こっちのこと。あ、そうですか、はい、わかりました。はい、そうです。こっちはいいよ、折れてないから、ちゃんと垂れてる。問題はこっちだわ、折れたからな、頭の。ああ、これ本さ、だ減らす、そのうち捨てなきゃ。ちょっとやめて、触んないで。これ無理、また壊れちゃうって。また入れるから、その、はい、どうぞ。向こうあるの。いや、持ち上がる、大丈夫、はい、ちょっと待って、上に乗っけなきゃダメなの。どけよ。こっちないでしょ、こっちは乗っかりましたよ。こんなから整理しないと。嫌です。いや、でお父さんもやる。これ以上やんないで、ちょっと早くテレビ置いてよ。テレビここだから、これここに置いたらもう全然狭くなるの。それからこっち、もっとこっち。簡単じゃん。簡単じゃねえよ、もしこれちょ、お前さ、一人でやってみろよ。これもだからもう、あれでしょ。ねえ、できちゃってます。すごい、できてます。あ、危ない、危ない、落ちる落ちる。寝落としてる。ああ、ここでいいわ。そう、なんかさ、これもうちょっと落ち着いた感じ。ここに欲しかったの。だからさ、欲しかったやつや、これ。ふざけんな。待って、これふざけんな。いつも繋いで、自分がやったことになってんじゃないかよ。あ、いいじゃん、これ。この寝るとこの台、これいいよ、これびっくり。これいいわ。ね、これが欲しかったんだよ。お茶とかさ、ここに座ってお茶こう飲みながら座ってるって。ふざけんなよ。